前こちらの動画ではクローラーとメカナムホイールを組み合わせることで横移動などの全方向に移動ができるメカナムクローラーが爆誕しました。そしてふと思いました。このメカナムクローラーのリバンを小型化し、パワーのあるモーターを搭載すれば、もっとパワフルなメカナムクローラーを作れるんじゃないかと、実際にやってみた。リバン完成。斜め45度に傾いたローラーが、一つのリバンに5つ配置されているよ。良好。リバンを小型化したので、たくさんリバンを取り付けれるよ。量産して、モーターをつけると、左右反転したものも作って、組み合わせると。完成。命名。メカナムクローラーバージョン2。実際に動かしてみた。動いた。メカナムクローラーバージョン2、今回も想定通り全方位に動くことができました。パーツが多くて大変ですが、皆さんも作ってみては？次回はメカナムクローラー台車を使ってレスキューロボットを作ってみたいと思います。よろしければチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。バイバイ。